はい。それでは古典ラジオ番外編を始めたいと思います。よろしくお願いしますは。はい。はい、お願いします。今回のテーマは、株式会社古典の文化についてです。来たよ。<ー>い,いいっすね。もうキャプテンの会社ですよ。 うん、はい前回樋口塾の話して今回は古典っていうなんかすごくねあのいいですね、うん、この流れそうだよねなんか久しぶりですねなんかこう結構ずっとゲスト会だったからね最近ねそうですねうん、うん、いやー自己主張強めで <laughs> ぜひ聞きたい <laughs> ちょっとね自分たちの話をするっていういい文化か、うんうん、なんか結構そういうね話株式会社古典のそのものについてでねなんかこう なんかもっと聞きたいととかもっと深くそういう何をしてるのかどういうことを考えながらこう深井君がこの事、うん、業をやってるのかっていうのをなんかもっと知りたいという方が結構多いのでうん、うん、それで何か話してもららえたら、ねあのね、まだ全然実績残した会社ではないのであれですけどうん、うん、結構特徴的なところたくさんあるなと思ってて文化とかいう。 出てみたときにね,ね特徴的なところたくさんあるなと思って,て今までも何回か紹介してきた面はあると思うんですけど被るところあると思うんですけどすごいコミュニケーション大切にしてるんですよ深井しかもこれちょっともうちょっと前提言わせてもらうと全員離れてますもんねリモートっすもんね、うん ああそうなんですよね。はい、今、あの、離れてるし、実は時差もあるんですね。だから、いろんな国の人と今、同時に仕事してる状態なんです。今、あの、この瞬間は3カ国ぐらいです。今。3カ国 <laughs> すごい。で、ぐらいで仕事をしていて、うん、すごい、僕が、えっ、ー、と、これ、前回のね、樋口さんの話結構近いんですけど、うんうん、僕もすごく人間の才能の発揮とかにすごく興味があるんですね。はい。でも、これ、個人的な興味だったんですけど、うん、あの、 我々の会社にはタカチンっていうあの、才能を見分ける天才がいるわけですよ。<laughs> <すね S 1> 本当に。本当に天才なんですけど、彼は。あの、ね、前番外編にも出たタカチンは今、古典で、その、 才能博士、兼チーフジーニアスオフィサーとして、今働いてくれていて、めちゃくちゃ活躍してる、全員活躍してるんですけど、高千穂も活躍してて、すっごい気文化というか、すごく気をつけてることの一つが、のその人の才能と強みっていうのをめちゃくちゃ分析をし続けて、配置 うん、ドハマりする配置を探し続けるっていうのを超やってますうん、うん、はいはいはい,いやこれすごいですよね、うん、で、うん、僕人間のパフォーマンスってほぼ配置で決まると思ってるんですね、うん、はい例えばですけど僕今古典ですごいこう頑張って働けてるけどそれなんでかって言ったら古典の社長っていうポジショニングがあるからであってこれがその他の会社のなんか 末端とかだったら多分、ま、全く機能しないわけですよ。うん、<laughs> なるほど,な,るほどなんかそういう話聞いたことあるぞ。<laughs> そうなんねいいや。はい。<laughs> はい、ね。それは今でも多分そうなんですよ。うん、あの、まあ、やる気出せばできるのかもしれないんですけど、多分やる気が出ないんでどうせ。はい。あの、いろんな理由でそこはハマらないんですね。だからハマる場所にハマる人をちゃんと配置するっていうのは、うんうん かなもうほんそれだけで相当パフォーマンス変わうと思ってて、うん、配置8割努力2割ぐらいだと思ってるんですね、えー、正直超同意です超同意なるほど、はい、僕はその経営の経験がないのでなんか普通のこう一般人の感覚からすればその,その個人のパフォーマンスを上げるにはその個人のスキルアップをものすごくこう頑張らないといけないっていう風な観念があるんだけれども、うん、そうじゃないんだね えっともちろんその面もあってこれはまあタカチンっていう才能博士がその才能と強みっていうのを全部定義するんですよね、うん、してるんですよ彼は、うん、でその才能っていうのは努力しなくてもできるやつ、うん、で強みっていうのはそのトレーニングによってできるようになったことっていう彼はそういう定義をしてるんだけど今のヤンヤンの話は強みの話に関してはそうだよね、うんうん、だけど才能って努力しなくてもできちゃうことが才能だから、うん 配置で何を変え、できるかっていうと、努力しなくてもできる、パフォーマンスが出ちゃう領域を、そういう人に任せるっていうことをすごく気をつけてる。うんですね。うん、あと、そのためにすごく大切なのは採用なんですよ、実は。このステージ、この段階で誰を採用するかっていうのは、その人が優秀だから優秀じゃないからとかじゃなくて、要は、今ある、この僕たちの持ってる仕事とか、これから直近で発する、発生するであろう仕事に対して、うん、その人が、 今まさに言った才能と強みを100%発揮できるような形で、えー、と参与できるかどうかっていうところを採用でどれだけ見れるかっていうのがめっちゃ大事でそこに超力使ってるんですよ、ね、だから今ちょうど採用してたんですけど、うん、だいぶ終盤なんですけど、うん、あの本当にめっちゃそこに時間使ってましたね一切手を抜かなかった何人ぐらい総勢応募があったって言いましたっけ えっとね、今回150人ぐらい応募していただいたんです、ね、すごー <laughs> ね。はい。こんなに売り上げが低いなっ <laughs> それだけ、<laughs> それだけやっぱこう、深井さんがやってることとか、深井さん自体とか、うん、あと古典のメンバーに魅力があるから集まるってことですよね。うん、い,いや、ありがたいですよね。で、本当に、うん、本当に優秀な方すっごく多くて、うん、あの本当にびっくりするぐらいみんな優秀な方が多いですね。はいはい でその中でも今回のこの採用で採用させてもらっている人たちっていうのは、うん、さっき言ったような考え方でまずは今の僕たちとその才能強み的にはまるかどうかっていうのはすごく見てるっていうのと、うん、あとは、えー、とこれも文化の話になるけど採用の話になっちゃうんですけどあの、うん、僕たちの何が悪いかとか何ができないかっていうのはもう全部伝えるんですねうん、うん、面接で。 だから、ある意味、一切期待してもらわないようにするんですよ、面接を。など <laughs> 変な期待しない,ってい。で、お互い、期待すると、あの、依存が発生するんですよね。はい、なるほど。互いの気持ちに。うん、で、その依存って、最終的にパフォーマンスには繋がらないんですよ、全然。あの、なんで、依存を、心理的依存がない状態、互いにですね。だから、僕たちも、この人たちがいる、この人が入るから、この事業ができるんだとかとは思わないし。うん、なるほど。 うん、その人たちも古典に入ったから人生が変わるんだとは思わないってことです、うん、なるほど、うん、あいい感じの距離感をちゃんとお互い持ってるっていう感じっていうとこだからまあそうだね、うん、その依存がないっていう状態本当心理的依存がない状態まで期待値下げるっていうのをやってるんですよ <laughs> あいいっすねだから <laughs>、はい、あのほとんどの人が年収50%ぐらいになってるしまずそもそも金銭的 金銭報酬あんまり渡せないんですよ、現、現ステージで。だと例えばだけど、お金欲しい人が来る会社じゃないんですよ、うん、今はね。うん、儲かってきたらまた別だと思いますけど。うん、だけど、非金銭報酬で渡せること多分たくさんあるんですよね。よねだからそういう、非金銭報酬に価値を感じるかどうかとか、うん、 そういうところもすごく質問させてもらったりしたし、で、ほとんどの人がそれを価値感じてくれる方だった。あ,あ、うん、そうなんだ。まあ、じゃないと応募しないよね。確かに、そんな儲かってるとは誰も思ってないだろうから。試合は思ってないかな。今はね、今はね <laughs>、うん。 めっちゃ給料もらえるわって思って来てる人はいなかった。ねまあ、当たり前なんですけど。うん、そんな v i v 儲かってる感を全然出してないもんね、うんうん。出してないし、<laughs> まあ実際まだも,もう儲かってはないからね。だから<う>今からですからね。<laughs> そ,そう <laughs>、うんあの。っていうところで、そこの採用のマッチングとかっていうのをすごくその、結構今までずっとベンチャー経営してきて、めっちゃ失敗してきたんで、うん、もうあらゆる失敗をしてきました、採用で。なのでそこと、<や>あとは、 タカチンもそこを人を見る目が本当に天才的にある人なんで彼はあとはねあのメンバーの他のメンバーのみんなとの相性とか他のメンバーから見てもどうなのかとかいうのも見ながらそういうのを進めていってっていうところがまあ文化的にはその配置にめちゃくちゃ気をつけるっていうですねいやこれ確か、うん、あのサポーター特典の方かなチームビルディングについてっていう 会があっててそ、まあ、そこでチラッとこでででとの話をしてるんすすねうか、んまあ、あえてちょっとあのもう一回聞きたいんですけど、うん、逆に言うと採用での失敗ってどういうことだと思ってます深井さんの中で。うんとねいろんなパターンがあるんですよ、うん、まず採用の失敗っていうのはさっきの期待値調整の失敗っていうのもあります。例えば、ね、僕たちみたいなスタートアップっていう会社でよくありがちなのは、うん、来てくれないんですよ普通スタートアップってなかなか。はいはい、でも優秀な人が必要なわけですよ。だから、うん、すごい ハンティングする感じで採用していくわけです。そうすると、自分のこと盛るんだよね、やっぱり。アピールしないといけないから。いや、わかる。なるほど。超わかる。持っちゃうと、はいで、期待させないといけないから。うん、じゃないと来てくんないからね。うん でもうどんだけ自分たちには可能性があってみたいな話をするとあ可能性があるから来る人が来ちゃうわけですよでも可能性があるから来る人ってスタートアップで活躍できないんですよねうんうん、うん、あそうなんだ可能性作る人しか来れないねスタートアップってここ大事っすよね <laughs> なるほどね、うん、可能性があろうがなかろうが自分で作りますっていうメンタリティのレベルの人間じゃないともうやってらんないことしか起こんないんだよねスタートアップ <laughs> なるほどなるほど <laughs> そうなんですよね やっっってててらんないない思って辞めちゃうんですよそういうい人は嘘つかれたって思うしね。はい、で、その社長とかは別に嘘ついてるつもりはなくて、やっぱり彼らは自分はそう本当に思ってたりとか、うん、あとアピールしたいって思ってるからそう言ってるんだけど、うん、そういう不幸が起こるみたいなこともあるし、うんうん、あとは単純に本人が面接できるって言ってたことができないとかもあります、普通に。だから向こうが、うん、まあちょっと持って話すっていうパターンですよね。そそうですそうでですす、うん、やっぱり いい役職で応募、募集とかすると、そこの役職名がすごくこう、うん、なんていうかな、欲しい。役職名がアピールになるんですよ、もうそもそも。うんうん、あそんなに上の方に行けるんだと。うん、今自分がいるこの会社だとそうでもないけど、うん、そんな上に行けるんだっていうパターンであ、もちろんそれ、そう思っちゃダメなわけじゃないんで、それすごくいいことなんですけど、うん、そのやっぱり経験もないしスキルもないんだけど、うん それを見極める力もなくてスタートアップ側も結構若い経営者とかだとねやっぱ経験値足りなかったり人見る目とかそんななかったりするってこと平気で起こったりするからそういう不幸みたいなのも何個も見てきたできるって言ったけどできなかったっていうのも見てきたしうんうんあとそもそも理念が合ってないとかっていうのも自分もあの古典の一番最初の辺で経験したその今のメンバーが入る前の段階でまあその理念とは すごく仲ががいいいんだけど理念が違ううって人入れちゃうっていうところですよね。うんうん、そこはやっぱりバグ,バグってしまうな。バグるバグる絶対にバグる。あとどっちかが無理するっていうのもバグる。例えば給料高く払いすぎるとか低く払いすぎるとかいうのもバグる。だから必ずそこも話し合ってお互いが納得したねっていうところまで持っていって話し合ってからスタートするっていうのがすごい大事。なるほど なんで、そういうことを採用の話ですけど、学んできて、それをまあ本当にフルで活かして今の採用をしていて、採用、本当に、本当に今、すごい優秀な人たちが入ってきてて、僕たちはその外国の人たちと一緒に働く想定で今から動いているので、基本的に今、ほとんどの人が英語喋れるんですよね。はいはい。ヤンヤンに至ったら中国語喋れるし、みたいな。すごいなだから、なんかそういう、 採用とかをし,しているのもあるしね。はい、は,いはい、はい、はい、いや、あと、なんか見てて、うん、なんていうんですかね。こうお互いがお互いを尊重している文化がめちゃくちゃ強いんですよ。あ、そうですね。それもめちゃくちゃ気をつけてます。うん、うん。で、自己開示もしてるし、心理的安全性もあるし。あと、なんかこう、人をなんていうんですかね、こう育てようっていう意識が。 あんまないとい,うかいいいとうか意味でですよこれは何ていうんですかね、うん、こうお互いがなんかこう結構対等なパートナーシップ組んでお互い得意なことをやって、ね、足りない部分を補い合ってるみたいなイメージで見てます、はい、なんか、うん、はい実はそうなんですよねだからそこもちょっと変わったやつをあのやってみてるんですけど今あのまず全員タメ口なんですね「あの日夏だけ僕に敬語なんですけど弟子の全員タメ口にしてるんですよそれはやっぱり日本語を喋ってて、うん、敬語を使い、うん うとどうしても心理的距離ができてしまってちょっと無駄に硬くなっちゃうっていう作用を感じているのでタメ口で話すっていうでそこでタメ口で話すことに対する慣れ合いが生じるような人はおそらく採用しないから大丈夫だろうと思ってるわけです。うん、で、うん、それそ採用で分かるんだね。うん、まあそんな、えー、ともう あの面接に来た人ほんと全員優秀だったんで正直何て言うかそういうタイプの人がいたから落とすみたいなことはしてないんだけど何て言うかタメ口だから怠けるとかそういうことはもう起こんないしタメ口だから一線超えるみたいなことも起こんないと思ってるんだよねあのその立場を超えた何て言うかなその変なことが起こるその権限超えるとかそういうことも起こんないなと思っているので全然タメ口でも実は支障がない上にメリットしかないんじゃないかと思ってタメ口にしているのと あと、心理的安全性超絶大切にしてて、うん、まあね、この前、あの、し、しさんをお呼びして、いろいろお話も聞きましたけど、ああいう、あの、アレムとかも僕たちにも学びになっていて、その心理的安全性の定義を組織でしていて、で、その定義に基づいての、うん、その、毎日チェックしてるんですね。毎日心理的安全性が今いくつなのかっていうところを、まあ、チェックしてるんですよ。 ここもすごいですね毎日っていうのも、まあ、この間話出ましたけど、うん、なかなかできないですよね離れた場所で毎日っていうのはそうですねなの、えー、でモヤモヤしたことがあったら速攻で回復するというかなくすっていう解消するっていうのを早くするっていうのもやってて、うん、これも僕がすごいスタートアップで学んできたのはやっぱりモヤモヤした状態を抱えている人間ってパフォーマンス出ないんでねたもうシンプルにパフォーマンスが出ない、うん、まず。であの僕たちのような ビジネスモデルが確立されてない状態の会社、うん、要は、今からクリエーションしますみたいな会社じゃないですか。うん、データベースにしろ。その、古典ラジオをマネタイズしていくにしろですね。うん、まだ確立してないわけですよ。ちゃんとしたものが。うん、で、ちゃんとしたものを確立してない時に必要な人間の能力って、非常にクリエイティブである必要があるんですよね。はいろ、はい、んなものを見て、いろんなものを発想するっていうことが大切で、うん、何か、こう、決まったものをこなすとか、ちゃんと収束させるっていう能力よりも、 クリエーションの方が大事になるんですよねうん、うん。クリエーションの方が大事になる時の時って厳しくするよりもやっぱり和気あいあいとしてる方がいいわけですよ。うんうん、本当に。和気あいあいとしてて、 心理的安全性が確保されてて、何でも言ってよくてっていう状態がないと、やっぱクリエイティブになんないんだよね、人間が、うん。いやそれはマジでわかるっすね。なるほど。なんかバンドとかもそうっすよね。<laughs> そ,うそうそうそう。だからすごいクリエイティビティを今はそのブーストさせるためにゴリゴリのオペレーションとかがあるわけでもないので、まずはそこを重視した組織作りをして、まずはそのクリエイティブ、 創造性に富んだビジネスモデルを発想していったりとか、実験していくっていうことをやるっていうのをやってますし、実験するってこともすごく大切にしてるんですよ、しかも。それは失敗を恐れないという意味でもあるし、実験しないと分かんないよねっていう前提に立って、うんまあ、ある意味科学的思考だと思ってるんですけど、はいはい、例えば僕たちが何を実験してるかっていうと、えー、と月に1回集まってるんですね、我々は。はいうん 東京で,、うん、でその月に1回集まるときにどのような形態で集まると我々の心理的安全性が最大化されるかっていうのを実験してるんですよえ例えばですけど、うん、高いレストランに行ってみたらどうなるのかっていうのをこの前やってみたんだよね面白いおもろっ、うん、超高1人まあほ1万5000円とか2万とかするようなとこ行ってみたらどうかそれも実験としてやってみたでその後にもう一つやってみたのが そのエアビービンビーみたいなところを借りて、閉ざされた空間、周,周りに人がいない状態で話すっていうのをやってみたらどうかっていうのをやってみたりしてるんですね。うんうん、そしたら、後者の方がいいねってなったんですよ。まあ、あんまり費用変わんないんですけど、正直、エアビービンビー借りるのと、食事で数人分がちょっと高いっていう状態って、今の段階だと。けれどもやっぱりその普段 その月に一回、面と向かって、隔絶された、その周りと隔絶されて我々しかいないっていう状態の中で、うん、えと大切だと思われた要素っていうのが、その時実験して分かってきたのが、終わりの時間が決まってないこと、うん、まず。<ー>なるほど。そんな具体的に。うん、なるほど。そうで。で、その終わりの時間が決まってなくて我々しかいない。で、うん、えっと、話すことに全集中できるように、他のことをしない。 例えば、うんうん、みんなで合宿っぽくなるんだけど、みんなでご飯作るかって言ったら作らない。うん。その時間は無駄、実は。<laughs> うん、心理的安全性を別にブーストもしないし、えっ、ー、と、うん、ご飯を作りながら悩み相談もしない。うん、普段言えないことをご飯を作りながら言うってこともしない。うんうんうん、なるほど。だけれども、ワオになって、えっ、ー、と、その一ッ何か借りて、部屋とかを。そこに集まって、喋ると喋れる。で、終わりの時間が決まってないと喋れる。 だけど、止まる必要はないってことが分かりました。<laughs> なるほど。止 <laughs> まらずに、僕たちはあのタクシーで帰るんですよ。<うん S 1> 夜へえっていうのをやってます。<へー S 1> そういう感じで、実験しながら、我々がその最大パフォーマンスを出せる状況っていうのを作っていくっていう戦略を今取ってるんですね。そこいや、ちょっとやっぱ、さすが、さすが面白いなと思ってて、<うん S 2> あの要は、あの、頑張ってみんな話そうぜっていうよりも。 頑張っっってててて話話さなななくても話せるるようううう場をみんんででで探そそぜって思すすね、うん、あそういうことです例えばだからそれってあれですよねなんか努力じゃなくてこう才能を発揮するみたいな形で大事にしてるっていうのと同じで人間が頑張るっていうよりは頑張れる環境に身を置くことが大事っていうところの話にも通じますよね、うんうん、今の話あそう。そういうことです。うん、なんでそので僕たコテンという会社がみんなのモチベーションを上げるわけではなくて。はい そのみんなのモチベーションが上がるような状態と環境設計を古典という会社がするっていう感じなんですよね。でそこはもうモチベーションとかっていうのは僕はもう他者が司かさどれない領域だと思ってるんですよ。うん、うん、あ,のある程度影響を与えることはできると思ってるんですけど効率が非常に悪いんですよね。はい、配置の方が圧倒的に効率が高いんですよ。なるほど。もうほんとそう。なんで、配置で解決するっていうのが我々の思想。 だし、はい、その心理的安全性っていうのも結局パフォーマンスにめちゃくちゃ直結してるわけです。さっき言ったように、うん、我々のようなその創造性を発揮することが大切なステージにいる会社は特にですね。うん、これがね、例えば我々がね、もう確立されたビジネスモデルの上で、うん、毎日これとこれとこれっていうタスクをちゃんとやるかどうかが企業存続に関係しますっていう話だったら、ちょっと違うと思うんですよね。うん、文化の作り方が。そうじゃないっていうところが、 多分この肝めっちゃわかるよそういう風に捉えている感じ、はいはい、いやなんか面白いのがちなみにそういうフェーズに会社ってなっていくと思うんですよ、うん、要はスタートアップの状態から、うん、えと例えば01じゃないですかスタートアップって、うん、で01の時に必要な人材とあと1を9にする時に必要な人材となんか9を10にする時とあと10を継続させるみたいな,なんか全部違うような気がしてますなんか。 必要なスキルとか能力性質まあ違うんですけど、基本的にその古典のそのメンバーっていうのは、あの、エンジニアと歴史チームを除くと、ゼネラリストなんですよね。うんうん。何でもできますっていう人たちなんですよ。うんうん。で、その人たちがコア業務っていうのをやると。うん。で、周辺業務コアではない。うん うん、クリエイティブではない業務って言ったら、あれ、それもすごい大切なんで、クリエイティブじゃない業務もめちゃくちゃ大切だと認識してるんですけど、うん、クリエイティブではない業務っていうのは、あの、必ずしも、えっ、ー、と、社員じゃなくていいと思ってるんですね。いろんな人たちに手伝ってもらうとか、アルバイトの人でもいいし、うん、まあ、アルバイトの人も社員なんですけどね。うんうん、その、要は、いろんな出し方ができるわけです、そっちは。でも、クリエイティブな仕事っていうのは、やっぱりさっき言ったような、 お互いの信頼関係とか、うんえと、我々がどれだけその基礎的な理念を共有できているかとかいうことが、ダイレクトにパフォーマンスに影響する。ですね、うん、でそこにめっちゃ時間を使うわけです。まず。で、その人たちがやらなくていい仕事は、その人たちがやらないようにして、うん、そのクリエイティブな仕事だけをし続けるっていうエンジンみたいにしてしまう。はいはいはい。うんうん で、新しく事業ができていって、確立されていって、うん、で、そのオペレーショナルな仕事が出てきますよね。要は、こなさないといけない仕事。その、しっかりやります、みたいな仕事が。うんうん、明日までにメール返しますとか、そういう仕事が。うんはい、ルーティンとかね。そう、ルーティン業務とか。で、こういうものは、なるべく、その、機械処理するか、うんうん、本当にプログラミング組んで機械処理するか、うんうん もしくは、ちなみにプログラミングも、えっ、ー、と、そのゼネラリストのメンバーっていうのは半分以上の人ができるんですよ。はいはい。すげえな。<laughs> 自分で組むんですよ。だから。はいはい。そうやってオートメーション化するか、あとは、その、うん、そういう、なんていうかな、人生のステージにおいて、えっ、ー、と、クリエイティブな仕事したくない人って絶対いるはずなんですよね。他のことに忙しくて。はい,はい、いますね。とりあえずこなしたい人もいるわけじゃないですか。はい、そういう人たちに任せる。 っていうやり方をして。そうするとお互いウィンウィンなんですよね。俺、うん、は本当適材適所っていうことだよね、はい。いや、超適材適所に集中してる。で、データ集めてる。で、データ実験思考を使ってると思ってる。自分たちでは。そのデータとファクトに基づいての判断をするっていう。なんか思い込みとかで決めないっていうのをめっちゃ歴史勉強してて思ってて <laughs>。あの、うんうん、ファクト見て推論するっていうのの大切さをすごく感じてるんですよね、やっぱり。はいはいはい。 ファクト見るっていうの意外としてないんだよね。実験してないわけですよ。そもそも会社ってほとんど。はい。実は。うんうん。実験してないし、例えば合宿したとするじゃん。合宿してもレビューしてないんだよね。はい、はいはいはい。うん。でも一番大切なのってレビューなんですよ。やっぱその実験してみたと。うん、だからこれ実験として捉えた方がいい,い,いんですよね。うん。うんうん、もうその時点では、うん。はいはい。なるほどなるほど。そうするとレビューになるじゃないですか。その次のステップは必ず。うん、だって実験だから。うん、はい。結果見ないといけないじゃん。はい。 っていう感覚でやってるんですよね。それでめっちゃ高速回転でほんとや,やってる感じがする。いやー、それ結構重要かもしれないですね。大体一発で成果を出そうとして合宿行きますもんね。普通は。そう、ほんとそう。で、はい、そう。で、合宿でビジネスプランとか立てろよとしたりするじゃないですか。僕もそれでいいと思ってたんだけど、はい、つい最近まで。個ん古典で集中した方がいいなと思ったのは、合宿で普段、うん、 言えないことを言う場にするっていうのがやっぱりその非日常なんで日常の延長線上じゃないんですよ。合宿の場っていうのは。非日常じゃないと言えないようなことを言うっていう場にしたら結構うまくいったんですよ、それで。毎日心理的安全性を確認していても相対的にこの 時期よりこの時期の方が心理的安全性が下がったねとかいうことはわかる、それで。なるほど。けど解消ができなかったりする。るその解消みたいなのは月に一回集まった時に解消するみたいなのをすると、全員超スッキリしてる状態で仕事ができるんで、うん、とはいえもちろんみんな、それぞれ個人的ないろいろありますよ。うん、そりゃ。人によって。スッキリしてる人もおれば。うんうんうん 悩んでる人もいると思いますし、人数増えてきたら当然そういうなんかいろいろあると思うし、うん、この時期にはスッキリしてたけどこのじその次にスッキリしないとかも人によってあると思うんで、いろいろあるとは思いますけど、平均的にすごくスッキリしてる状態で仕事ができる。いやなんかそれがすごいっすね。なんかみんながスッキリしてる状態になってけば、えっ、ー、と事業推進する状態ですもんね今コテンって。いやそれがすごいなと思ってて。そう。 はい、恐怖がない状態を作ってストッパーなくして、うん、あのモチベーション管理しなくてよくなってる状態って感じですイメージあーいやなんかそれがすごいですね、うん、いやなんかこれ例えばメンバーがちょっと違ったらめっちゃすっきりして全員心理的安全性持っててもめっちゃできない子とかがいてそれをみんなですげえ教えないといけないみたいなことって普通じゃないですかそっちの方が、うん、でも個展見てたらそのパターンがないんですよね、うん、全員それぞれぞブワーって 発揮してるっていう感じがあるからこれなんでこんな優秀なんやって俺は思ってますずっといやまあでも本当優秀さはすごいですねやっぱりすごいなって思ってますねまあそれはだから配置がまず一つあると思うんですよね <あー S 2> その配置バグってたら本人もパフォーマンス出せない時とかってありうると思うんですけど配置でまず解決するんでその頑張んなくてもえっとね 6割ぐらいは頑張んなくて、もう出せる。で、4割ぐらいは、その、ストレッチポイントっていうか、こう、自分が頑張って、成長していくのも大事じゃないですか、頑張って。4割とか3割ぐらいが、そういうストレッチポイントみたいな感じでやってるっていうのはあるかもしれないですね。うんうん、まあ、そんな、めっちゃうまくいってるわけじゃないですよ。うん、それをうまくいってるかどうかチェックしながら実験してるっていう意味です。で、結構うまくいってるとは思いますけど、うんうん、なんか、もう、そんな、なんか今の時点で完成してますとか言うつもり全くなくて、はい そういうのを今なんていうか今までの学びを全部総動員してやってみたところをうまくいってるのでこれはいいのではないかと思ってるんですよね。めっちゃいい会社やん。いやマジで自分でいいのもなんだけどめっちゃいい会社だとかやっぱメンバーが、まあ、僕が参与してる他の会社もそうですけど、うん、古典はやっぱりすごい尊敬できる人しかいないですもんね。他の会社もそうなんですけどね。まあ、古典は本当に、うんうん 特に尊敬できるなって感じがしてます、うん、うん、いや俺なんか違う回でヤンヤンさんが古典って部活みたいで深井さんって部長みたいだよねって言ってたんですよこれ確かサポーターとか言ってたねヤンヤンそのイメージがすげえぴったりなんですよねうんヤ、う、ン、んうんうん、確かになんかリーダーって感じでもないもんねうんヤン、うん、すごいねなんか中央集権みたいなそういう組織じゃないからね <laughs> うん それでも本当に、まあでも個々のパフォーマンスを出すという意味では僕それすごく大事だと思うんですよね。はいはいはい。もちろんできてないとこありますよ、ちなみに。うん、ありますけど、うん、すごいそこに集中した組織作りと文化づくりみたいなのを今やってて、本当リスペクト払い合うみたいなのもすごく大切にしているし。いいなぁ。 いいなとか言って。うん。樋 <laughs> 口さんも入りますか <laughs> いや、うちはちょっとね、いろいろね、あの、まだ抱えてるんで、ちょっと頑張ります。<laughs> うちはうちでちょっとは。あと、でも、その、ね、ヤンヤンも、は個人事業主で参加してくれてるんだけど、ヤンヤンも僕はメンバーだと思ってるし、樋、うん、口さんも、まあ、ある意味古典ラジオのメンバーだと思ってるんですよね。うんうん、また当たり前なんですけど。うん、あでなんか、結構いろんな参加の仕方がしうる。 企そのローマとかもそうだったじゃん要はいろんなリソースを結局活かせる会社かどうかってすごい大事で今とかって本当はもっと法人の人たちとか個人のサポーターの人たちとかもすごく応援してくれてるけど多分本当はもっと潜在的に応援してくれてる人たちがいるから本来はもっと活かせるはずだなと思ってそこの仕組み作れてないの悔しいんですけど。うんうん まあそういうなんか近い人、うんうん、その自分の近くにいる人たちっていうのは、いろんな、その人にはまった状態でいろんな生かし方があるなと思うんですよ、やっぱり。生かし方って言ったらおこがましいんですけど、うん、ど生き方があると思っていて、で、ヤンヤンが個人事業主なのかと,とかって多分象徴的だと思ってて、うんうん、めちゃくちゃね、ね、外から見たらなんならもうヤンヤンが一番なんか近しいメンバーみたいな感じじゃないですか、そもそも古典と。だけど あのやんやんって他にも仕事持ってるし、まあ古典って副業を推進してるんで別に社員のメンバーも全然副業し,、うん、してるんですけど、あの、なんていうかな、いろんなその人に適した参加の仕方をした方がいいと思ってるんですよね。そうだね、うんうん、確かに。下手に今のその枠とかにはまったりして、うんうん、なんかパフォーマンス出せないよりも、うん、本人がいいなって思う方向で参加できて、 いいなって思う時間働けてうん、うん、いいなって思う仕事だけ参加できるような仕組みを作っちゃった方がいいなって思ってるんですよね、うん、だから終身雇用とかと全然概念違うやつですけどねうんいや俺だからあの今株式会社古典ですけど多分株式会社っていう言葉じゃちょっと言い表せないような組織になってるんで気がしてるん俺すげえ思いますなんかそれ、うんうん、確かに、うん、まあでもやっぱ株式大事なんだけどね まあ大事なんですけど、うんうん、多分なんか、今までの株式会社のイメージで古典を捉えると、多分ちょっと違うような気がしてるんですよねそうですね、うん、それはでも自分でも感じてて、まあ、次の時代に適した組織を作りたいんだけれども、今、法的な、法的にそれを規定しようとすると、株式会社がま,あまだベターかなと思って株式会社にしているという感じ、うんうん、ですよね。でも実際は存在しない でも関わっていると本人からしては、うん、してはなんかもう組織に関わったりとか、組織に属したりっていうよりも、事業に関わっているっていう感覚の方がもっと近いかもしれない。あ、ヤンヤンさん的にはうん、うん、そうそう、僕の感覚ではですね。うん,うんうん。本当、うん、ね。いや、もう本当、そういうふうに参加してほしいんだよね。うん。でもあとは、チームビルディングとかには、サポーター特典で言ってますけど、めちゃくちゃ時間かけてますし。 すごい大事だよねそういうのがね。いややと思います。はい。マジで。いや、なんかこうくしくもなんか僕も前回あのいいかねパレットとか樋口塾の話で適材適所とか才能発揮できるみたいな <laughs> 話をさせてもらったんですけどそこに関してはマジで一緒でしたね、やっぱり。いや、一緒なんですよね。はい、だから僕も前回の話ってすごい何、はい、て言うか共感しながら聞いていて、はい、一緒だなと思いながら聞いてたし、はい、まあ今、ちなみに今僕が話したような話も、うん、その、 僕の独創でではないんですよみんなと話し合いを続けていった結果そういう風になっていってるっていう感じなんで僕が代表して紹介してる文化なんだけど全てが僕の思想なわけではないですよね。なるほどですね、うん、いやでなんかちょっと面白いなと思ったのが多分あの古典って多分それをなんかチームの中でとか働き方でとかいわゆる何て言うんですかねソフトウェア的な部分でこうすごいやってるような感じがするんですけど。けど 例えば僕とかってそのハードというか土地ですよねもっと言うとなんか東京・田川でなんかこうもっと,えっと場所をみたいなところとかそういう形でやってるからなんかこうハードとソフトみたいなすげえイメージがあって <laughs> ちょっと面白いこの対比があるなと思ったんですよなるほど,なるほど確かにちょっと質願が違うような経営っていうかもしれないですよね,そうすね。ですやっぱ僕だから土着に根付いてるんですよ、うん 言うても土地に、うん、我々土土着その土地属性はほんとないんだよね僕たちそうっすよねなんか作るべきでもないと思ってる織田信長みたいだね織田信長みたいだねあんまり <laughs> そうだねあんまり土地にねこだわらない <laughs> 遊牧民的な感じかもしれないねそうだね俺自身がちょっと遊牧民地区ってのはの土地に対するこだわりがなさすぎてよく言ってますけどやっぱ故郷の島根県とかにもさほどの思い入れがないんだよね うんうんうん、うんうん、何なら福岡にもあんまりないんだよね <laughs> <laughs> まあまあまあ <laughs> <laughs> 当然東京にもないし住みやすいとかはありますよ<ー>もちろん、うん、であのこの人がこういう人たちが好きだっていうのもありますよもちろんねただなんか人にしか紐づいてない感じですね自分の場合ああそうなんだ、うん、そうなんですよいやなんかそこちょっと面白いなと思ってあのやっぱ僕は土地なんで、うん、でやってることも僕は一応施設を軸にしてやってるし深井さんはやっぱ IT じゃないですか軸が。戦う場も全然違うなっていう,う <ん S 1> でもそこがなんかこう同じような思想とかなんかフレームを持ってなんか一緒にやってるのがなんかすごい変な運命感じてますそうですねまあそこも多分お互いにでもすごい影響与え合ってると思うんですよね僕たち3人もね、うん、それぞれのお互いに対してね。うん、うん 背景とか価値観とかもね、違いますからね。うん、そうそう,そうそう、そうそ、ん、う、そう。経験したこともさ、全然違うじゃん。うん、うん、なんか本当、古典ラジオか始まる、始まって間もない頃に、僕、多分、深井くんか樋口さんが言ってたのが、うん、なんか,か、うん、あ、多分、深井くんかな。なんかバンドの感覚でやってるっていうのが、今もすごい残ってて、<ー>確かにバンドって。<laughs> うん なんかこう一人一人だとまあそれなりに個性があるかもしれないけれども全然違う個性が本当たまたま組み合わさってパフォーマンスが出せるか出せないのは結構なんだかタイミングだったり運だったりなんかそういうのに結構影響されるっていうのがありますよねっていうのをなんか僕古典ラジオをやりながら本当にそれは実感してます。マジでわかるだから深井さんんがやっぱボーカルスもんね、うんうん <laughs> うんうん。でヤンヤさんベースで俺ドラムです。固定ラジオだとね。うん。古典、はい、ラジオ。古典ラジオだとそうです。ギターがいないじゃんね。<laughs> いやもうギターボーカル。福海さんは。でヤンヤさんベース <laughs> ベースコーラスです。うん、で俺ドラムなんですか。はい。<laughs> いやそんなイメージですなんか古典ラジオはね。なるほどなるほど。そうかもしれないですね。うん。まあそんな感じからまあ他にもね実はいろんな。 実は取り組みとかね、文化とかまだあるんですけど、うん、まあ、それは次回に取っときましょうか、うん。ですね。ぜひ,ぜひ、ぜひ。これ、なんかね、ちょくちょくやりましょうよ。この自己紹介、そうそうそう、たまにね。まあ、我々の状況も変わっていきますからね。刻一刻とね。うん、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 そうだよね。データベースも進んでるしね。うん、はい、というところですかね。はい、そうですね。はい、一旦終わりましょうか。いや、はい、また、より深く、古典のことがわかりました。はい、ありがとうございました。あり,ありがとうございます。ありがとうございます。